第102回全国高校サッカー選手権の応援歌を担当します、ビーバスです。はい、まあ、自分もあの部活動をあの励んでいたので、学生時代にそんな学生たちの背中を押せるようなあの曲が歌えて本当に幸せです。僕はあの部活動、歌とダンス以外やったことがなくて、なのでなんかそのスポーツにこう一つに向かって頑張ってる姿と、でもなんか今回なんか自分たちのなんか過去もなんか応援できるような曲が作れたので、はい、本当にいい機会だったと思います。ありがとうございます。僕自身の高校サッカーやってて、こう高校時代のほとんどを部活に捧げるくらい時間をもう本当に部活しかやってない、なんか決勝テレビで見ててもなんかもうこう力が入るような熱い試合が繰り広げられてて、本当に面白いというかすごい見応えがあります、うん、はい。はい、グロリアスというタイトルになっておりまして、これ栄光だったりとか壮大という意味が込められております。なんかこう勝ち負けがこう明確に分かれるものだと思うんですよね、スポーツって。だけどその敗者の方というかにもこうリスペクトを送るようなそういうリリックだったりとかになってますね。あの学生時代に聴いた時のなんか辛い時とか、 なんかこう励まされたい時に聴いた曲ってやっぱ大人になっても聴いたりするじゃないですか。なんかそういう一曲になればなってすごく思ってますし、その一曲でなんかその大人になった時になんかあの曲ずっと聴いてたんだよなっていう思い出を一つ残せるような楽曲になれたらすごく僕たちも嬉しいですし、なんか大人になってもなんか記憶に残ってくれるような楽曲になればいいなってすごく感じてますね。この曲のテーマにもあるんですけど、やっぱ栄光っていうのはやっぱ別に1位だけのものじゃないし、やっぱ負けた人にも必ず手に入るものなので、その栄光っていうものをあの価値あるものにするために全力であのその日まで頑張っていただきたいなっていうふうに思うし、それをかあの僕たちの歌と、表現というか届けられる範囲で確実に皆さんの、背中を少しでも押せるように頑張るので、はい、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。高校生でこうアーティストをやっている身として同世代を応援できるのが一番のことでもあるので、皆さんのこう明日のために背中を押せる楽曲をたくさん作っていきますし、今回のこのグロリアスという楽曲も本当にあの皆さんのサッカー人生をより明るい方向に変えていけるようなそんな曲だと思っているので、たくさん聴いてほしいです。一緒に頑張りましょう。これ以外なかった、精一杯だったんだ。泥まみれの昨日の僕ら、何万回泣いてその涙を抱いて、君と見てた夢があった。くしゃぶたになってた不安や失敗に、胸を張れるよ不格好なフォームで走る君と、 oh, oh, oh. この明日をつなごう。当たり前の生き方も僕らには苦手。